ビンテンバイエル。岡崎リンテンがラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ。The water is wide、 お飛行その5ですね。5週目に入りました。スタンダードチューニングですね、普通のチューニング、そしてカポア3フレットでお届けしております。これは僕のアルバムハートストリングス、こちらでカバーしたのと同じキーですね。先週までお届けした、2回目の繰り返した後の A メロの部分、この最後まで、先週お届けしましたが、2番目に入ったところからもう1回、おさらいしてみましょうね。ちょっとその前からピックアップで弾いてみます。ここから A メロ2回目です。ここから B メロに入りますけど、ここまでは先週、お届けした部分ですね。ここから B メロ、コードで言うと F シャープマイナーで入ります。そうですね、その寸前に、2フレットを制覇した、そして1弦、3フレット、6弦3フレットを押さえたフォームが、出てきておりますけど、このすぐ後に1弦5フレット、小指でメロディーをシンコペートさせて入っていきます。そして F シャープマイナーのコード、こういうコードになりますけど、弾きはしませんけど5弦目、これ4フレットですね。こちらは左手薬指で押さえておくことをお勧めします。そして、サンド和音のメロディーがきます。こういうフレーズですけど、ここの指使いをちょっと解説しましょうね。こういう、このまあ 2B の2回目のパートに入った2小節目になりますけど、5弦目3フレット、これを薬指、2弦目、5弦目、3弦目5フレットですね。そして2弦目5フレットを小指、そして1弦目、3フレット、これを人差し指で押さえて、そのまま人差し指はスライドさせます。そして、2弦目の3フレットは中指で押さえます。そして、今度は1弦は開放ですけど2弦目の1フレット、これは人差し指がいいですね。そして次の、2弦目3弦目の3フレット、このサンド和音ですけど、ここは、左手薬指2弦目、そして中指3弦目で押さえるのをおすすめします。そして、6弦目2フレットを親指で押さえて、そのまま次のまたシンコペートしたメロディー1弦目の2フレットは人差し指で押さえます。でこう続きますね。この辺りは、1回目と同じフレーズになります。そして、B メロの後半に続きますけど、このフレーズが、1回目のブリッジとはちょっと違っていますね。ここの場合はコード D でずっと続きます。そして、まあ、こういうメロディーでつながっていきますけど、この際あのコードの和音の一部分になってます2弦の、2フレットですね、4弦のベース音はもちろんなんですけど、こちらも消さないように、ここからインターに入ってきます。この先はまた来週解説していきたいと思います。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのご質問、ギターに関する、ね、お悩み、ご相談、いろいろ何でも受け付けますので、ぜひお送りください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドウ
と入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますので、皆さんのギター向上にぜひお役立てください。以上リンテンバイオルのコーナーでした。